お、こんにちは。どうも。店長の家ってめっちゃ綺麗っすよね。せやろ。うん。結構ね、これこだわってんのよ。しかもここら辺立地めっちゃいいっすよ。せやね。まあ言うても俺まあ中年の人暮らしやからあんまだ金使うことないからな。店長なんかいい人いないんですか。おらへんね。ちょっと文ちゃん誰か紹介してよ。いやしないです。早い。絶対しないです。絶対しないって力強く言わんといて。店長。店長のタイプの女性ってどういうタイプですか。タイプ、うん、まあでもあれちゃう、なんかこう手料理とか、あ、食べたいなって思う人がタイプかもしれない。いや、むずっ。あんま聞いたことないですよ、それ。え、ついか。うん、だから店長料理上手だから、うん、めちゃくちゃハードル高いと思いますよ。そうっすね、うん、まあね、なんかその手料理してくれてる時にパッて手見た時に、あ、綺麗やなと思ったらそれ見てキュンとするみたいな。いや、だからそれ難しいですって。嘘、絶対無理っす。諦めた方がいいって。諦めなあかん。あ、じゃあもう今度の新入社員ぐらいじゃないですか。もうええわ。どこで盛り上がってんの。ええねん。ほんで何やねん、お前ら何しに来てんの。実はあの、まあ、普段お世話になってるじゃないですか、はい、なんでまあ今日は俺の手料理を食べてもらいたいなと思って。マジで、うん、マジっす。え、めっちゃ嬉しい。お手伝いですよ。いやいや、それでも嬉しいよ。本当やってくれるの。もちろんです。ただちょっとキッチン借りてもいいですか。あ、いいよいいよいいよ。あ、そっちそっち。お疲れ様です。コートの手さばって前々から綺麗やな思っててる。できたぞ、コートの手料理。うわー、俺手料理なんか食べるの久しぶりやな。コータ、冷めへんうちに食べるわな。いただきます。うまっ。おーだ、抜群です。めちゃめちゃ美味しいわ、これ最高やな。うん、めっちゃ美味しい。え、ぶんちゃん食べへんの。いや、食べえ。いや、食べえや。食べへんの。なんで食べへんの。いや、食べえや。うん、そらそうやん。そのせっかくおーだ手料理作ってくれへんから、食べへんのはな、申し訳ないよ。めちゃめちゃうまいやん、これ。そや、今度文ちゃんの手料理食べたいな。